カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は和歌山毒物カレー事件の真相を追ったドキュメンタリーマミーをご紹介いただきました。うん、はい、2人とも見てきましたけれども、はい、なんかもう見た後にこうどうもう人の感想がすごく気になるし、気になる、どこから感想を言っていいのかすごくこう迷う部分はあるんですが、はいはい、まあその、はい、一つの事実を明かすことのそのなんだろう、その曖昧さで人の人生がこんなにこう翻弄されているっていうことが今起きていて、はい、それに対して私は何ができるんだろうってすごくこう思ってしまう、はい、でも本当にこう見てよかった、すごくいい映画だと思いましたね。はい、いやもうでもはっきり言って笑いません。いやその町山さんが、いやもはやもう笑っちゃうシーンありますよって言ってたシーンが、あここだなっていう部分は確かにあったんですけど、はい、そのなんだろう、事実は小説よりもきなりっていうのを、そうですね、事件当時のそのメディアがこう作り出した道筋みたいなものを見ていても感じてたんですよ。この世間一般がしてる和歌山毒物カレー事件に対しても、こんなことが現実にあるんだ、はい、すごいこんな極悪の主婦がいるんだと私は思っちゃってたんだけども、はい、本当にその事実の、はい、まあ、誰が真犯人だどうだみたいな単純な部分じゃない背景というか、はい、なんかもう理解がちょっと追いつかない、追いつかないですね。そう、追いつかなくて笑っちゃうというのはすごく、はい、分かりました、はい、ここだなっていう、うん、これはそのまあ、ヒ素を使った保険金詐欺を、うん、の被害者とされている、そのヒ素を飲まされたとされる林真澄さんの夫の林健二さんという人がですね、はい、そのヒ素を飲むに至った経過を、まあ、世間で知られていることと違う本当の話っていうのを彼が告白するんですが、はい、え、そんな軽い気持ちなのっていう、そうなんですよ、え、これ死ぬよあんたっていう ね、なんかこのマミーを通して、まあ、そのデカミなりに思った真実はこういうことだったのかなっていうのも、はい、結局マミーというメディアに影響された私の感想だし、はい、で当時はやっぱニュースを見てた私の感想だしと思った時に、はい、なんかその どういうふうにこれからいろんなものを受け取っていけばいいのかなってすごく考えちゃいましたね、はい、一番大きいのは僕はこの、まあ、保険金詐欺のことをまあ大きくなんていうか、まあ、報道したメディアも、うん、彼女を、まあ、刑事事件でね、はい、まあ、裁判で死刑判決をした関係者、司法関係者ももう彼らにとって完全に過去のことであって、はい、もう終わったことなんでほっといてくれっていう感じなんですね、うん、近所の人も、うん、ね、終わってないですね。そうですよね、もう知らねえ、そんなもん知らねえよ、もう終わったし、もう私もそういう役職にいないんだからってみんな逃げちゃうんですけど、うん、そうじゃないんですよね、何も終わってないんですね、うん、証拠もなければ動機もわからないし、はい、ね、自白もないんでね、うん、だから終わったなんてことは本当にその当事者たちにとってはないし、うん、で、まあ、そこで殺された人たちにとってもやっぱ本当の真相がわからないままなわけですから、うん、そうですね、被害者の遺族にしてもその、はい、ね、まあ、こんなことでね、売っちゃっといていいのかなと、うん、とこですけど、やっぱり一番びっくりするのは、そのね、旦那が、あの、ヒ素をね、ペロッと言ったんですわっていうね。いや、そう。ね、もうね、コナン君のネットミームじゃないんだからっていう、そんな人本当にいるんだなっていう、それでもう死にそうになったんで当たり前だよっていうね。そうですよ、びっくりですよね、びっくりしますけどね、びっくりしました、まあとんでもない話なんで、それだけじゃないんですもんね、もうそれだけじゃないんですよ、何度でも行くんですよそれを、この映画マミーの軸になってますけど、その林真澄の、はい、ご家族の方、とある方が軸になられてますけど、はい、この方があの、はい、母親は無実だと思うっていう主張をするのってすごく勇気いったと思うんですよ、はい、まあ、今も、はい、今現在も、はい、だからなんか世の中にはもしかしたらその、はい、冤罪っていうものが私たちが知らないだけであるかもってやっぱ考えちゃいましたね、はい、いや、いっぱいあるというふうに考えた方がいいんです、結局人間が、ね、あの、まあ、死刑判決でも何でもするわけですから、だから
死刑っていうのは人は間違えるもんだということを前提にすると、やっぱり死刑っていうのはない方がいいんですよね。うーん、何パーセントか必ず間違ってるわけですから、うん、そうですよね、それを防ぐためにね、ね、はい、すごい。ちなみにね、韓国はね、面白いんですけど、はい、韓国は死刑が廃止になってないけど廃止の国なんですよ。どういうことですか？死刑判決はするんです、昔から、はい、絶対に執行しないんです。なるほど。でもやっぱりその、はい、まあ、凶悪な事件に対して、はい、その、まあ、被害者の遺族の方の気持ちとかを考えた時に、はい、その死刑って絶対に廃止した方がいいっていうものなのかどうか、私はまだわからない、自分の考えが本当に定まってないんですけど、うん、はい、そういうのってその遺族の方どうね、死刑判決をすることである程度満足はするんだと思うんですね、はい、ただやっぱり何度も言いますように、人間は必ず間違うと、うん、そうなんですよね、正確な完全に間違いのない司法というのは存在しないわけですから、うん、そのもう 0. 何パーセントでも間違いがあるんだったらば死刑は執行しないというのが、うん、まあ、一番妥当な線なのかなと僕は思ってますけれどもね、うん、やっぱ人を殺せる権力っていうものの使い方っていうのはすごく考えさせられる映画でした。はい、はいはい、今日ご紹介する映画の主人公も死刑判決を食らってる人ですよ。あ、そうなんですね、はい、今日紹介する映画はですね、来週8月13日に日本公開される、ソウルの春。8月23日ごめんなさい、はい、うん、もう13日は今日だ、はい、今日だよ、はい、10日後の23日に公開の、ソウルの春という韓国映画を紹介します。はい、もうこの音楽はね、もう本当にミリタリー、ね、うん、軍隊って感じの音楽なんですけど、ね、ソウルの春っていうタイトルだとね、はい、ほのぼのとしたね、あの北国の春みたいなねうん、うん、花が咲いて蝶々が飛んでみたいに感じますけど、感じます。そんな内容じゃないです。これはなんかポスター真逆の印象ですね。確かに全く逆ですよ。はい、はい、あのソウルで、あの韓国軍が2つに分かれてですね、内戦寸前に突入したある一夜のことを描いた、実録軍事アクション映画です、はい、どこがソウルの春なんだって思いますけど、確かに、はい、これはですね、実際にあった事件で1979年のですね、まあ、朴正煕大統領という、まあ、軍事独裁政権の、まあ、独裁者がいたんですけれども、うん、彼がですね、自分の、まあ、右腕だった KCIA の、局長に暗殺されるという事件が起こりました。はい、でそれで独裁者が死んだということで、韓国全土にはですね、初めて民主的な社会が来るんだと、いうことで、民主化運動が高まっていったんですね。これをソウルの春と呼んだんですよ、実際は、はい、だからソウルの春ってタイトルだと詳しい人は、あの民主化運動についての映画なのかなと思うんですけど、違います、はい、この映画ね、民主化どころかですね、はい、あの民間人はほとんど出てきません。10人も出ないと思います、民間人は、はい、全員軍人です。出演者全員軍人、はいはいはい、で、そのね、まあ、大統領が亡くなって 民主主義的な議会政治にね、あの普通の民主選挙による、に移行するかと思われたら、それを乗っ取ってですね、軍事クーデターを起こして、再び軍事政権を樹立してしまった、軍人がいたんですね。はい、それはチョン・ドファンという人で、チョン・ドファン大統領という政権、まあ、もう掴むんですけれども、うん、その時にそれを最後まで、彼と戦って、まあ、韓国が再び軍事政権に落ちるのを防ごうとしたもう一人の正義の軍人がいたんですよ、うんうん、その二人の対決を描きます、はい、これはねすごい映画で、あの韓国映画は本当に政治的な事実を次々と映画化していくんですけども、うん、はい、これがこう劇映画で真正面から描かれたのでは、これが結構最高峰で大ヒットしてますね、はい、で、これね、そのチョン・ドファンを演じるのはファン・ジョンミンという俳優さんで、はい、今回あの頭反って、あの、まあ、ハゲ頭になってますけど、はい、この人ね、とにかく韓国では本当にもう名優の一人ですけど、うん、松重豊さんに似てます、はい、
はいはい、なんか似てるというか、ね、持つオーラはなんか言わんとしてることは分かるような、そうですね、顔の感じはそっくりなんですが、うんうんうん、松木さんは頭の中でいろいろ考えても口に出さないでグルメ食べてるじゃないですか、はいね、あれがまたいいという、ね、そうですね、そうファン・ジョンミンはベラ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 喋りまくる口から生まれてきたような男ですね、うん、はい、演じるのは、はい、いつもものすごいその、まあ、口から出まかせで、人をなんていうか支配していく怖い役をよく演じてる人ですけど、うん、はい、で、それと対決する正義の、ね、軍人を演じるのはチョン・ウソンさんという人ですね、うん、はい、この人はイケメンです、うん、はい、ね、この人はね、イテシンという役を演じてますが、これは実在の、まあ、軍人で最後まで戦った人がいまして、うん、その人がモデルなんですが、あまりにも俳優をチョン・ウソンさんというイケメンにしてしまったためにね、うん、出ないんで名前を役名を変えてますね、はい、あ、そんな事情、そんなことが、ね、はい、やっぱりね、知ってる人は似てねえじゃねえかよって、ね、そうか、気が散る要素になっちゃうから変えてるんですか、そうそうそう、イケメンすぎるから違う名前にした方がいいんじゃねえか別にいいじゃんって思うけどね、映画化ってそういうものかなと思っちゃって、それはあると思いますよ、はい、でこの二人は実はね、二度目の対決です、はい、ほう、はい、ファン・ジョンミンとチョン・ウソンはその前にアシュラという映画で、激突してるんですが、うんうん、アシュラはね、韓国ノワール史に残る大傑作映画なんですよ。韓国ノワール好きだったらもう絶対みんなアシュラ好きなんですね。はい、これはファン・ジョンミンがやはり政治家、はい、口から先に生まれてきたみたいな、はい、政治家の役を演じてまして、それチョン・ウソンさんがまあ、刑事なんですけど、奥さんが病気になってしまってお金に困って、その悪徳政治家のファン・ジョンミンに操られて汚いことばっかりをしている、まあ、汚れた刑事の役をやってます、うん、はい、で徹底的にコントロールされて踏みにじられていくんですが、とうとう意を決してですね、この悪徳政治家ファン・ジョンミンにチョン・ウソンは立ち向かうという映画がアシュラなんですね、うん、はい、これ大ヒットしましてですね、うん、もう一回二人の対決が見たいと、まあ、世界中の映画ファンが言ってて、とうとうソウルの春が作られたんですが、うん、はい、監督は同じ人なんですよ、どっちも、うん、はい、キム・ソンスさんという人がアシュラーに続き、ソウルの春を監督しています、はい、でこれね、まあ、裏の事情みたいな、なんでこんなね、クーデターが実際起こったかっていうことを、まあ、知りたい人も多いと思うんですけれども、うん、はい、これまずパク・チョンヒ大統領という人はもともとクーデターを起こして、独裁者、韓国の大統領になった人なんですよね、うん、はい、でその時のクーデター仲間が KCIA の、長官のキム・ジェギュという人だったんですが、もともと士官学校の頃から仲が良くて、まあ、テグッパと言われるグループを作っていて、うん、で KCIA というのは、KCIA という名前でなんかちょっと情報局のような気がしますけども、実際にやったのは政治的工作で暗殺とかですね、うん、あとまあ軍事政権に反対する人たちを拉致して拷問するとか、うん、そういうことをしていた秘密警察だったんですよ、うん、ね、で汚い仕事、まあ、はっきり言って、暗殺なんて汚い仕事の極みなんですけど、うん、それを散々やらされててきたそのキム・ジェギュがそこまで一生懸命尽くしてきたのに裏切られたと思って、そのパクチョンヒ大統領を射殺しちゃったんですね。はい。で、これはね、すでに映画になってて、最近映画になってますが、うん、KCIA、ナムさんの部長たちというタイトルで、映画化されて、日本でも見れます。暗殺の過程がわかります。うん、はい。で、そのパクチョンヒ大統領は殺されたから空白になるわけですよ。はい、はい。大統領席が。ね、うん。で、まあ、このまま議会制民主主義に移行するといいなと思ってたら、これがチャンスと思ったのが、チョン・ドファンなんですね、うん、チョン・ドファンっていう人はその時少将だったんですよ、少将、少将というのは将軍の中でも一番下です、うんうんうん、ね、で、大将が一番上ですね、はあ、大将とかからの少将か、はいはい、そう、大将、中将、少将っていう大中将ってあるわけですよ、はい、松竹梅みたいなもんですよ、はい、南の、はいはいはい、ね、一番格下なんですよ、少将って、はい、それなのにいきなり上全部すっ飛ばして大統領になっちゃったんです、なんかよくそんなことできましたね、ね、それで国は成立するの、ね、いや成立しませんでしたよ、うん、あ、まあそうかそうか、そういうことですもん、ね、はい、でどうしてそんなことができましたかと言いますとですね、うん、はい、でまあ、上の方に一番トップがいるわけですね、陸軍のトップ、うん、ね、軍隊の一番トップは、大将がやってるわけですよ、はい、大将軍ですね、うん、その人に
パク・チョンヒ暗殺の黒幕だっていう濡れ衣を着せて逮捕したんですよ。うわうわーですよ。うわー悪めっちゃ悪いじゃん。悪引いちゃった、ね、普通に、ね、悪でもそんなことって普通いきなりできないじゃないですか。はい。根回しをすごくしてて、そのもうそれこそ士官学校時代からの友達をチョン・ドファンは少しずつ集めてって、はい、まあ花会という秘密結社を軍隊内に作ってたんですよ。ほう。で自分よりも下の少将とか准将とかのまあ幹部を全部、今度俺が何かやったら全部ついてこいよっていうね、うんうん、なんていうかね、まあヤクザみたいなね、うん、あの番長グループみたいな、はいはい、で、そこでこそ杯を交わしたりして、どんどん仲間を増やしてったんですよ。はい。ね。で、今度俺はでかいことやるからと。はい。ね。そしたら、お前ら絶対俺についてこいと。うん。ね。それを、俺たちよりも上官が何人もいると。うん。でも、それは全部蹴散らすからと。うん。言って、ずっと根回してたんですよ。はい。で、この大将も実はそれを知ってたんですよ。これはやばいと。はい。あいつなんかやろうとしてると。うん、うん。いうことで、首都ソウルを取られたら困るということで、チャテワンというですね、チャンテワンというやっぱり少将の人を首都警備司令官、うん、首都警備隊の隊長にするんですね、うんうん、でそのチャンテワンという人はものすごい軍人の中の軍人で歴戦の勇士でですね、うん、もう絶対にその正義を守るという、まあ、軍人の塊みたいな人だったんですよ、はい、でやっぱり彼任されたんで大将から、うん、私は、ね、ソウルを守り抜きますと、うん言って、着任するんですね。このチャテワンさんって人が、今回の、イ少将の元になってる、チョンウソンの、キャラクターの元になってる実際の人物なんですね。はい。で、まあ、クーデターを起こして、その大将、ね、軍のトップを、まずこのチョンドファンが逮捕しようとするんですが、うん、そうすると今度大統領がいるわけですよ、実は。大統領は死んだけれども、首相が大統領の代行をやってるんですね。はい。で今度は彼を監禁する。すごい実力行使というか。そうなんですよ。でそれは大統領の周りの補佐官とか補佐官というかまあ警備隊がいたわけですけど、それも彼が根回しして自分の仲間に組み入れてたんですよ。ほわーね。それででもさっき言ったみたいに首都内ソウル内を警備するのは彼の側に寝返ってないそのチャンテワンさんだったんです。まあ、映画内ではややこしいから、イッテシンさんという将軍になってますけど、だから役名で言う俳優の、うん、俳優名で言うと、チョン・ウソンさんが、ソウルを仕切ってるんですが、うん、ね、はいはい、ソウルの中心部の国防省とか大統領は、チョン・ドファンが抑えちゃうんですよ。ところが、その、ソウル内、市内にいる軍隊は全部、その、首都防衛隊の、イテシンさんが抑えてるんですね、チョンウソンさんが。はいはいはい。ところが、ソウルの外側にいる軍隊は、ファン・ジョンミン扮するチョン・ドファンが抑えてるわけですよ。わー、どうなっちゃうんだよ。どうなるのって話。なんか、一周回ってなんかボードゲームの話聞いてるみたいな。そうですね。全くそう。そんなことが、だったらあったんですもんね。本当にね、途中で囲碁をするシーンがあるんですね。はいはいはい。はい。で、囲碁ってほら、囲んでいく。はいはい。そうですね。ゲームじゃないですか。はい。囲んで逆転するじゃないですか。はいはい。だからこのチョンドファンがその囲碁をしながら、囲碁っていうのはこうやって負けているように見えるだろうと。うんうん、ところが一つ、ここに石を置くだけで全部逆転するんだと。オセロもそうですが。はい。で、ね、だそれを俺は狙ってるんだと。はあ。で、要するに彼は、チョンドファンは、その少将とか准将は仲間に入れてるんだけど、その下は別に押さえてないわけですよ。ね。で、人数的には全体で韓国軍もそこそ何十万人いるけれども、抑えてるのはそれこそ数十人ですよ、彼が抑えてるの。はい、その数十人のそのチョンドファン側だけで軍隊全部乗っ取ろうとしてるわけですよ。うん、ね。で、最初はそのチョンウソン扮するそのイテシン、まあなんて首都防衛隊は、チョンドファンの反乱だって言うんですよ。はいはいはい。あいつら反乱させないで捕まえるんだって言うんですけども、末端の軍人たちは一体何が起こってるかわからないわけですよ。そうですよね。ね。で、チョンドファンの方からも、いや、我々は軍隊内にいる反乱軍を取り締まって、この軍を制圧しようとしているんだと。うん、だから私に味方しろっていうわけですよ。はいはい、そうすると、首都防衛隊の方が、あれは嘘だと。はい、あいつら軍事クーデターを起こして韓国を乗っ取ろうとしてると。うん、
両方の無線が来ちゃうんですよ。うわー、みたいな。そんな、どっちだよっていうね。どっちだよってなっちゃいますね。どうすりゃいいの俺たちっていうね。ね。で、またすごい空挺部隊というのが韓国にはありまして、はい、空挺部隊というのはだから特殊部隊ですね、一種のね。だから、自衛隊にもありますけども、うん、もう超精鋭の、陸戦隊で、まあ、なんていうかね、スーパー兵士が集まってるような部隊ですよ。はい、あの世界中どこも空挺はそうなんですが、うん、それを動かすんですよ。うん、ね。で、あれを、彼ら空挺をソウルに突入させるって言うんですよ。うん、それで首都警備隊を蹴散らすんだって言うんですけど、そうすると首都警備隊側は、じゃあ、38度線に常備されてて、北朝鮮と向かい合ってる軍隊をソウルに呼び戻そうと。ほう、で、空挺でぶつけるんだってことになるんですよ。へー、これ大内戦状態になりますよ、これ。そうですよね。これね、でも12月、その12日、1979年12月12日のたった一晩に起こった出来事なんですよ。へぇー。だから韓国のその普通の人たちはこんなことが起こってたって知らなかったんですよ。はぁー、そう。内戦に突入する寸前だったんですよ、韓国は。へぇー。すごい感じで、で、ところはね、やってるうちにどん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 少しずつね、情勢が変わってくるわけですよ。はい。ね。最初は圧倒的に数は、その、まあ、チョンドファンのは少ないわけですよね。はい。はい、それがだんだん、いや、どうもあいつが政権取りそうだ、どうも軍隊を掌握しそうだと。で、あいつらがやってることは悪いことだって分かってるけども、ここで逆らい続けたら俺たちが逆賊になってしまう。俺たちの方が悪にされてしまうから、分かってるけど彼らに味方しようって人が増えてくるんですよ。それは軍人の中にもいるし、政治家の中にもいるし、生き延びたいから。うん、ね、そうするとセリフの中でも出てくるんですけど、分かってくれと、これが悪だってことは分かってると、君がやってることは正義だってことは分かってるけど、俺には子供がいるんだっていう軍人もいるわけですよ。家族がいるんだ。ね、分かってくれと。悪と分かっててもそっちにつかざるを得ない時あるんだ、生活があるんだって。うん、で、どんどんそのクーデター側に寝返ってくんですよ。うん、その中でもこの、イテシンさん、首都防衛隊の隊長は戦い続けるんです。はい、最後の一人になっても戦うんだと、うん。これすごいドラマですよ、これ。いやー、ものすごい、もういろんなパワーがこうぶつかり合って、はい。いろんな人がこういろいろな方向にこう引き下がれていくような、はい。話を聞いて、みんな引き下がれていくんですよ。韓国軍の中で、でね、やっぱりね、このチョンドファンって人はね、あの、とんでもない、博打をしたわけですよ。圧倒的に最初勝てない状態だったのに、はったりに次ぐはったりで、このファン・ジョンミンさんの名演技でね、うん、本当に何度も途中で彼が逮捕されそうになるんですよ、反乱軍として。でもその度にね、はったりかまして、口八丁、手八丁でその場を切り抜けていくんですよ。うわぁ。これは才能だなと思いましたけど。見たい。はい、で、まあ、チョンドファン、大統領はですね、まあその後大統領になるんですけど、何をしたかっていうと、1980年に、あの、グアンジュ、広州大虐殺事件というのを起こすんですね。広州でのその、あの、反、チョンドファン政権に対する運動を空挺で潰してまして、大虐殺をして、大変な事件になるんですけども、それは映画になってまして、タクシー運転手という映画になってます。これ大傑作ですから、はい、ぜひご覧ください。はい。はい、一人のタクシー運転手がその秘密裏にその広州で、虐殺をしてたんですね、うん、でメディアを全部コントロールしてあのメディアに報道させないでやってたんですけど、それを暴いたタクシー運転手の物語です、実話です。へー、はい、で、チョンドファン自体は、まあ、これだけひどいことをやりましたから、はい、最終的に政権は崩壊するんですけど、はいはいはい、その政権崩壊のきっかけになったのは1987年の民主化運動なんですね、うん、はい、で、1987、ある戦いの真実という映画があります。はい。これは、この軍事独裁政権に対して、韓国中でですね、最初は学生運動だけだったんですが、うん、まあ、それに反発してたような普通の人たちもみんな立ち上がって、何百万人の人がデモに参加して、はい、ついにですね、独裁政権を、が崩壊すると、いうことが実際に韓国でありました。革命ですね、うん、本当に。これはね、1987、ある戦いの真実ですごく詳しくですね、群像劇として描かれてるんで、ぜひご覧ください。はい。うん、で、チョンドファンは、まあ、これだけ悪いことしましたから、うん、ね、最終的には死刑判決受けます。うん、はい。あ、なるほど。
はい、で今このソウルの春のメンバーで、ソウルの春のチームがあるわけですが、はいはい、アシュラに続いて、うん、このチョン・ドファン有罪裁判を映画化しようとしているそうです、うん、おお、はい、いやなんか一個作品見たら、うん、いろいろ見たくなりそうですね、はい、これははい、うん、どれもね徹底的なエンターテイメントです。ものすごく面白いんです。どれもこんなに面白くていいのっていうね気がします。このこれだけの内容で人もものすごく死んでるけど、うん、もう本当に笑っちゃうほど面白いんですよ。政治的なその歴史とエンタメを両立させられる力って本当にすごいですね、はい、すごい、すごいんです。圧倒的にすごいんですよ、うん、はい。でまあそれはチョン・ウソンっていうこの俳優さんね、最後まで戦う軍人を演じた、はい、彼自身がこう言ってるんですけど、とにかく国民は考えなければいけないと、うん、政治について、うん、考えない国民は独裁者の財産になるんだと言ってる人なんですね、うんうん、つまり考えない国民が多ければ多いほど独裁者得するんだと、うん、でも考える、じゃあどうやって考えるか、面白く考えようよってことですね、韓国映画は。なるほど。圧倒的な面白さでね、うん、見てる間ね、やっぱり実際の実話だから結末分かってんですよ、はっきり言って。どれも、うん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 、結末分かってるものをこれだけハラハラさせて、うん、面白くするって力はものすごいです、うん、はい、これは必見ですね。必見です、はい、今日は来週8月23日公開ソウルの春をご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。どうもでした。以上アメリカ流れ物でした。